お花紙で作った花の片付け方です。ワイヤーのところを持ってつぼみのようにして輪ゴムをかけてしまいます。次に使うときには輪ゴムを外して花びらを引っ張るようにして形を整えると、また元のようなきれいな形になります。こんな風にしておけば花びらが傷むことなく、ポンポンとコンパクトにしまうことができます。台紙も丸めてしまっておきましょう。次の年はレイアウトを変えて貼るといいですね。